オカンたちの戦いです。ダブルオカン対決。あー YouTube glad to see you again. Thank you. はい、ということで皆さんこんにちは、リュウクリュウでございます。今車の中なんですけれども、オカン後ろに座っておりまして、今からですねパートナーのお母さんの家があるペンディクトに向かいたいと思います。というか向かっております。で、何言ってるかというとですね、ちょっとシンガポールに旅行行ってたんですけども、その間ユズをですね、またちょっとお母さん家の方で預かってもらってたんですね。で、今日はその引き取りなんて言ったらいいんやろ、お迎え、ユズのお迎えに今向かっておりますので、お母はまだねカナダに来てからユズに会えてないんで、今日やっと会えます。まずはティムホートンでドライブの音も買いな、買いなはるんですか。買いなはる、買われる、カフィーよね。カフィー何する？ティムビッツです。飲み物はなんかティムホートンでアイスティーがなかったんで、スターバーに結局行きました。クレームですか？ちょっとクレーム。何？氷ばっかりで、中身がちょっとしか飲んでないけども、これほんまに氷ばっかりやな、なんかまだ 2、3口しか飲んでないんですけどクレームだそうです。多分氷少なめって言わなかったほんまやな、多いなそれは。ホープという街です。希望やな。うん希望の街で、ここはカナダ、なぜか各地にある日本庭園の一つです。ここはですね、親善公園って書いてますわ。有効都市というよりかは、第二次世界大戦の時に日本、日系人の方がここにバンクーバーとか運命の方からこの内陸の方に強制的に移住させられたんですよね。でそれがこのホープの街の近くにあったということで、その方たちがここに記念として、ここに親善公園を作ったようでございます。いや、このなんか像ランボーに見えるなと思ったらランボーでしたそのままでした。これがだから木彫りで彫ってはんねやって。おったな。そしてセカンドドリンクブレイクはこちらブースタージュースです。私がいつも空港で飲むやつ。おかん初ブースタージュースちゃうドリンク、ここだいたい1000円ぐらいしますからね。ということで、アサイとパイナップルフリーズってやつにしました。スナックサイズ。これはおかん何、それはアサイですね。アサイとなんかプロテインが入ってるやつ、でっかい。最近プロテインな、気にしてもんな。そうです。はい、でかー。これプロテイン入ってる感じや。味する？なんかわからんけど美味しないの？いや美味しいよ。ここのクマとかが出そうな川。これね、モザイクかけてるから分かりにくいかと思うんですけどね、めっちゃぐっすり眠ってそうでしょ。めちゃくちゃ険しい顔して寝てました。いや、せめて後部座席で寝るんやったらちょっと気持ちよさそうに寝てえなって感じなんですけどね。はい、首を左から右へシフトいたします。ペンティクトン着きましたよ。寝てた？寝てた。首痛い。寝そうになったり、起きたり。あともうちょっとリユーズに会える。もう夏の時期はみんなこの周辺とか、アメリカの方からもペンティクトンに湖のビーチ求めてとかバケーションで来はるから、この辺りにあるホテルがもう大体満室ですね、この夏の時期は。到着しました。ユズもう吠えてる、聞こえる？ユズがめっちゃ吠えてます。緊張した？緊張してる久しぶりやもんな、会うの。あー YouTube これ誰やったかな、誰やったかな。でこちらさんはと報酬で確認。YouTube。お前か、お前後で見る。YouTube。
Thank you. うん、どうぞ。Glad to see you again. Oh, thank you. I'm glad to see you. Thank you for having me. She practiced in the car. I should have learned the No, no, no. 私も日本語やった。勉強しててよかったわ。これだけ。YouTube! ただいま、YouTube! YouTube!えらい久しぶりやけど、今日ホームパーティーかなんかかい。だいたい家に3人以上集まったらホームパーティーちゅうて聞いてますけど、ね、なんかそれぞれ美味しいもん持ち寄ってみんなでワイワイホームパーティーちゅうやつしやんかいな。美味しいもんどこにあんねん。これユズの子供の時やね。ユズ、あんたや、あんたのちっちゃい時やこれ。ユズドリアンやね。異国の匂いすんな。うん、エロ前にユズ、ちょっとそそる匂いしてるわ。尻尾振ってま、あ、やっぱちょっと臭いわ。結構です。あ、すごい匂い。いいキュー、油より水が臭い。あ、口臭いってユズ、ちょっとガチでショック。歯磨いてへんのあんた。歯ぐきプラスでシステマーで何も思んない。傷つくこと言いやがって。おかんがあげたやつ。Thank you. 一瞬飽きてスカーフかと思ったって。because you. Yeah, thank you. What is the flavor? 何味って。抹茶。ああ、抹茶。Oh, thank you. Yeah, thank you. Very nice. 確かにスカーフっぽい。シンガポールのお土産ドリアンチョコですけど、これ臭すぎて。もうすごい匂ってます、この時点で。ゆずこれいいんじゃん。ゆず、くん、くん、くん。ゆずはチョコ食べられん。結構です。Have you ever heard of that brand, TWG? That's a Singaporean tea company. Not exactly, but I know that Singapore has a sort of a colonial history with tea. Yeah. 他のとこずっとおるやん、ゆず。いや、なんかくれるかな、思って。Yeah, yes, although I don't think he would, but you never know. え、くれへんの？また王様やってた、一人王様してた。裸の王様やったんやろ、ここで。好きなことやって怒られへんから。嬉しいね。嬉しいかどうか俺が決めさせてもらいます。ということで、今回ユーズ預かってもらってたパートナーのお母さんの家にね、まあ、来たんですけれども、バンクーバーからペンテクトン、だいたい車で4時間半、5時間ぐらいかかるとこなんで、今回ここで2泊させていただいて、それからバンクーバーの方にユーズと一緒に帰りたいというふうに思っております。ちなみに私のおかんもですね、このペンテクトンという町には、1回だけかな、かつて来たことがありまして、まあ、おかんはその時の記憶がどこまで残ってるかは知りませんけれどもね、まあ、今回もせっかくなんでペンテクトンいろいろ回っていきたいなというふうに思っております。ちなみに英語やとお母さんって mother とか mom とかみんな言う人多いと思うんですけど、日本人の場合ってまあ小さい時はお母さんとか言うたり、あのママ言うたりね、みんなお母ちゃんとか母ちゃん言うたりすると思うんですけど、だんだん年いってくるとね、まあ大阪人はおかん言いますし、東京の方とかやったらおふくろって言うんやと思うんですよ。まあみんな言うてないかと思うんですけどね。なんか英語にもそんななんか変わっていく言い方あるんかなと思ったんですけど、やっぱ英語の場合はもうずっと mother か mom って、あの、年行っても呼ぶみたいですね。私もね、おかんのことを何回かお母様、お母様って呼ぼうと思ったことはあるんですけどね、あの、笑けてくるしやめましたけども、このペンティクトンいる間ぐらいはですね、マーム、マームって呼ぼうかなとも思ったんですけど、まあそれも笑けてくるし、ちょっと滑ってるからやめました。昔も来たやん、ここ覚えてる？このギリシャ料理屋さん、ここやで。ここの2階で食べたやん、みんなで。うん、そうやで。ここペンティクトンはワインの生産地なので、ちょっと生きて白ワインなんか飲んでますけど。なんかお店の茶。
こういうねダンス始まるとなんか自分のテーブルくるんちゃうんってくるんちゃうんって言い方失礼なんですけど、もうそんななんか激しいノリできないんですけどって言って緊張しちゃうんで、あの目合わさないように下向いてました、すいません。これラムスススブラキ、ラムスブラキ羊でございます、ラムです。これがピスタシオ、ピスタシオちゃう、パスタシオみたいな、パスティシオ、ラザニアっぽいけどめちゃくちゃボリューミー。いいね、泳いでるコールは。冷たいんじゃないの。冷たいで、だって湖やもん。しかももう手がかぶってん、夜の岡奈頑固にやってまいりました。涼しい風が吹いております。またバンクーバーとは全然違うやろ。そうやな、どこやんな。でも水ね、この時間に使ってる人おるから、どれぐらい水冷たいかちょっとチェックしようと思って。あ、意外といけるかも。なんかでも水ぬるっとしてる気がする。あ、ほんまやな、ぬるいの。うん、ただ全身使うのは絶対無理やわ。無理やね、あんなプールでも無理やね。何か分からん。はい、抜き打ちチェックします。僕ね、結構空港で働きませんかとか言って声かかるぐらい鼻いいのよ。せやけどいつも断ってます。空港ってね、どんだけええ匂い見つけてこうワンワン言うて吠えたとしてもそれくれへんからね。もうそれ没収なるから食べられへんから、私は。まあせやからもう僕は個人でやらしてもうてます。昔は僕らみたいな鍵師言うたらもう結構おったんよ、世界中にね。今は減ったね、ほんまにね。うずーん、鍵師は鼻が命やから鼻だけ触れるのしや、まあ、それは分かってると思うけど、うん、お今ちょっと当たりそうやったぞ、鼻気ぃつけ。え、あ、ゆずやん、ゆずやで、ゆずの着るって俺の知らんとこで勝手に顔使えやと思う、うん、あんたねやで。俺契約書書いたかちゃんと、それのなあ。はよから、はよから起きてたん。おいで、もうまたちまちま起きてた。寝たわ、寝たん。え、寝逆になんです。みんな起きてんの。うん、うん、こちらが起きてるだけ。7時やん、目覚ましかけてるけど。何時にかけてたん。え、10分と半。7時10分、うん、ちょうどや。あ、何、まあ、何眠たい。何時寝た。分からん、何時やろ。12時ぐらいかな。めっちゃ寝てるやん。なんでめっちゃやんの。なんでやんの。こっちだって5時半に起きてんの。5時半に、うん、シャワーしたもん。どうした。出てへん。出たん。出てへん。おはようございます、失礼します。はい、ちょっと寝起きは一回うがいしてから話してください。特に顔近い時は。臭いって。僕らオタクら人間の1000倍ぐらい鼻いいんですよ。せやからちょっと寝起きの時だけは、あの絶対うがいとか口洗ってから、あの話しかけてもらっていいですか。特に顔近い時なんか見るけど、ごめんなさいね。まあとにかくじゃあ一回撫でてもうて、はい、そのあたりマッサージしてもうて。ゼロってやってる。ケイすごいわって、犬のわてに言うてる。犬やからね、別名モフモフさん言われてるような私ら犬やからね。毛は抜けます。おたくも昨日ヘアドライヤーしてるときまた毛よう抜けてるわよって自分の毛のこと言ってましたやん。せやのに私の毛よう抜けるって文句ですか、ほんま。まあいいですわ、そんな感じでしばらくなぜといてください。マッサージなってるから。その通り寝てた。ベッドの下に寝てた。
ずっと、うん、一回なんか何時か知らんけどずっとベッドの人おったけど、途中多分ガチャンってドア開けて音聞こえて起きて下降りて、また朝方戻ってきてベッドの人おった、ま、こっちで起きたらベッドの人おった。そうなんよ、静かにな。ゆず T シャツ着てるし。着てますよ。何ゆず、あのすいません、昨日の夜の話の続きなんですけど、その T シャツ私の顔使ってるじゃないですか。でその際に契約書って私ら交わしましたっけ。ハンコとかサインってさせてもらいました。そういう話は無視ですか。ああ、そうですか。昨日はめちゃくちゃ寝ました。まだなんか時差ボケの影響あるんか知らんけど、10時ぐらいにもう眠ったなって寝て5時半に起きました。今7時でおかん起こしに来ました。今日もペンテクトめちゃくちゃ天気が良くてめちゃ晴れてまして、気温が多分35度、6度とかまで上がるんですよね、はい、なんですけど湿気はないからそんなにアホみたいに暑くはなら、暑いけどじりじり暑いだけで、こう汗じとってかくような暑さではないから、まあ、乗り越えれると思うんですけど、今日もね予定満載でいきたいと思います。よいしょよいしょ、ここやで。え、十分ちゃんと朝風呂入った。よいしょ、ここ朝風呂入った。よいしょよいしょ、あとうがいしたかって、歯磨きしました。こうやって寝起きの人ね、すごい顔近づけてくるのいいけど、怖いね、臭いんちゃうか思うからね。あ、臭いわ。おお、夏の朝やね。朝やね、ゆず。見てください、雲一つない空、素晴らしいね。こうじゃなきゃって感じやな。まだちょっと今日日焼け止め塗ってないから、とりあえず部屋入んで。いいの、夏は朝の光でもよう焼けるから、紫外線強いから。おはよう、ドア開けて。これ2本か持ってきたけど賞味期限昨日切れてたっていう。衝撃。な、失礼なことある。シンガポールで買ってきたTWG のシンガポールブレックファーストティーです。お土産のお茶に日本のバーム、賞味期限1日切れてるやつ。ちなみにこちらシンガポールで買った TWG のティーバッグなんですけど、布製でございます。もう1回で使い切るのもったいなすぎる。もう1回干して使いたい。こちら関空で買った強バームなんですけど、賞味期限が前日で切れておりました。まあでも全然食べれます。ユージ、よかったね。朝のお散歩やね、ユージ。ファーマーズマーケット行こうか。ユージ。ユージュー。ということで、今からファーマーズマーケット行きます。まあ、何を買うっちゅうわけじゃないんですけど、まあ、この休日の朝、ちょっと早く起きて、ファーマーズマーケット行くっていう、このオーガニックのものを見るっていうことに意味があると私は思ってますんで、行きます。8時半ぐらいなんですけど、すでにすごい太陽。さあ、こちらのファーマーズマーケットペンテクトね、夏の間土曜日ね、週1で開催してるんですけれども、バンクーバーなんかでもね、いろいろファーマーズマーケットってあるんですけど、ここのペンテクトのファーマーズマーケットはね、こんにちは、今日も日差し強いですね。無視かよ。こんにちは、おはようございます。あ、都会に見て嫌な感じで。こちらね、ペンテクトのファーマーズマーケット、まあ、バンクーバーにもいろんなファーマーズマーケットあるんですけど、そのね、どこよりも結構店舗数多いし、でまたいろんなもん売ってます。特にお野菜なんか見てください、輝いてますがな、色がほら艶っぽいし輝いてますがな。ねえ、俺ら羊や。ねえ、羊は自分で言うけどもね、羊やで言うとくけど自分で。羊も綱つけてファーマーズマーケット来る時代になったか。時代も変わったな。え、今の羊でしたよね。びっくりしたんですけどね。羊でしたよね。今羊やったな。わしもあんま道で見たことあれへん羊。え、てか羊ってファーマーズマーケットオッケーだったんすか。え、どうなんすか。こんなん買いました言うて、これ言うぞ。これはね、ベンチチェリーっていう
チェリーだそうですよ。アメリカンチェリーみたいな感じだけど、中にしっかり種がございます。でこれがラズベリー、あ、ヨズ、これがラズベリーだね。ラズベリーです。めちゃくちゃ酸っぱかった。ナッツ、美味しかったの。食べろ食べろ。それちゃん、これそれちゃん、ヨズ、これここここどこ見てんの。ヨズ美味しいん、それめっちゃ酸っぱいのに。あんま食べ過ぎも、ね、よし。さあ、ということでペンティクトンは湖の町、2つの大きな湖に囲まれた町なんですけれども、その湖の一つオカナガン湖の方にやってまいりました。で、まあ湖なんですけどビーチもありまして、しかもドッグビーチって言ってワンちゃん専用のビーチもあるんですよ。でね、そこにユズを連れて行きたいんですけど、なんせユズは水が怖いということで、まあどうなるか、まあ、一旦ビーチ連れて行ってみることにはしました。他の泳いでる犬を監視員のように見守るユズ、どういう気持ちで見てんねやろ。めっちゃ気になってるんやん。あんたでも泳がへんやん、水嫌いやん。まあ、せやねんけどやん。ほら、飼い主らしいことせえ、その木をな、水の上に投げろ。ほんなら俺がそれを取ってくんねん。はい。え、ちょ、遠いの。もうちょっと手間に投げや、ほん。大体差し加減あるやろ。もうちょっと手間に投げて、ほんなら俺はそこパー言うて行って、木くわえて持って帰ってきたら賢い犬に見えたんちゃうんか。なんでそんな遠くに飛ばすねん。もういいです。もうそれやったらいい。遠すぎ。もういい。ちょっと、行ってみ、うん、遠いな。これ以上、無理あか。あかあか。ほんま。あの犬見てみ、えらい先まで行っとるけど、あてもできんことはないっちゃないんや。もうええわ、でもやめとくわ、もう。ゆず、あれがでっかいおけつや。この辺ではな、昔、でっかいおけつがようけ取れたんや。アホなん？壊れたおもちゃ、潰したおもちゃに囲まれて。なんですか。もうちょっと一旦自分一人の時間ください。さあ、ということでちょっと遅めですがお昼を食べに行くことにしました。ちなみにこのペンティクトン、ワインの生産地としても有名で、これ今見えてるのだいたいブドウ畑とかなんですよ。なのでワイナリーがたくさんあるんですけど、今回のランチはね、そのワイナリーの一つちょっと行ってみようかなというふうに思っております。さあ、ワイナリー到着いたしました。このペンティクトンはね、ワインの生産地でめちゃくちゃ有名なんですよ。で、これも全部ブドウです。全部ブドウなってへんけど今は。で、あの奥に見えるのが今から行くワイナリーなんですけど、まあ、ワイナリーね、何百軒かは知らんけどめちゃくちゃ数があって、で、ここまで行ったことあるんですけど、よかったんでまたちょっと来てみました。ここにはワインのスラッシュ、あのフローズンみたいながあるんですって、ワインの。それちょっと気になるんで、あったら飲みたいんですけどね。なんて読むか分かんない。すごい景色。これワイン作ってるあれやんな。なんか綺麗な、全部ピカピカやん。これがここのワイナリーのなんかシグネチャーホワイトワインだそうです。すごい、なんかあんま黄色っぽくないな、分からへんけど、色透明っぽい。ここで見るから。で、これスライダーズっていうちっちゃいハンバーガーみたいなやつですね。These are beef? とか言って全然分からない。ワインスラッシュです。このフローズンみたいななってるやつだそうで、でもなんかワイン自体はそんな入ってないみたい。ほんだらワインスラッシュちゃうやんっていう。でもワインも入ってるっていう。ちょっと入ってるんで。ちょっと入ってるんで。ワインテイスト。どうぞ。うん。ジュースみたい。ジュースみたい。美味しい。最高。奈良又っていうエリアに来ました。あのね、さっき言ったワイナリーのすぐ近くです。ジェラートタイム。これ色可愛くないけど、レモンとハニーデュー、メロンです。
見てください、これサーモンの素性かと思ったら鯉でした。これは何かと言いますと、ここ水すごい勢い出てるじゃないですか。なんでそこに鯉がおるか分からへんけど、反対側がこんな感じになってて、こっち湖、岡奈頑固の湖なんですよ。ね、水位がこっちがだいぶ高くって、その水を調節ここでしながら、こっちの川に流してるみたいな感じです。船なんか見るけど、なんでそこにいっぱい鯉がいるかは、私は分かりません。なんでやろう。一生ここじゃん。一生ここから出られへんよな。なんなん？でもみんな大きいで。どういうこと？なんでここに分からん。え、でもやっぱここで産卵したりするってことなんかな。あ、運動してるもん。え？あ、ほんまや。なんで？ここにもいます、いっぱい。なんで？おるおる。あ、ほんまや。え、なんで上がってきてる？川下から上がってきてるんですよ、こうやって。必死に。あ、でも鯉のぼりって言うから、そういうことじゃん。鯉も遡上すんねん。え、知らんかった。でも鯉のぼりって言うぐらいから、そういうことか。この景色なんか日本のどっかみたいじゃない？ありそうな景色。落ち着く景色やな。ここにもいっぱいおる。はい、こちらが湖でございます。やっぱ水位が全然違うじゃないですか。ここでせき止めてね、水門があって。へぇー。でもここ上がってきて、こっからこれ以上先には絶対行けないんでね。どうすんねやろ、最後。こっちにもいっぱいおる。ロコランディングにやってまいりました。ここ何かと言いますと、ミニゴルフができるとこですね。ここ昔、岡井から来てるもんな。昔来た時な、うん、そうやんな、うん、ミニゴルフは何かっていうとパターゴルフみたいなやつです。コースが10コースぐらいあるのかな。え、前もっとなんかやった時暗い、もっと暗い時間に来た、うん、無理なの。ゴーカートのドライバーなれませんわ。ドライバー別に、ゴーカートってあのあれやで、無理なの。残念でした。というわけでもないやろ。まずはパートナーのお母さんから行きます。よかった、帰ってきた。今日は帰ってきた。You can even go from the side. どうなる？おお、お、入るんじゃん、入るんじゃん。おお、おー、すごい。一発目から一回で入った。ダブルオカン対決。オカンたちの戦いです。あと日本とカナダの戦いでもあります。負けられへん試合がそこにある。すごいやん。おお、2。岡井もホールインワン取ってなかったけど2回目やったもんな。すごい調子やん。ミニゴルフの才能あるんじゃん。またホールインワン？これ。あ、でも。お、スリーやな。ミニゴルフ界の希望の星やのに。どう？いや。ミニゴルフ界の希望の星やね。ホールインワン2回出たもんな。1回目で出したしな。Okay. And last place was 60. So par is 44. 一番最後の人。一番ラス。一番悪かった人。最下位。Fourth place was 68. Third place was 63. おお、こっち3位。Second place was 59. おかん。First place was 49.パートナー1位でした。おかん2位、私3位、パートナーのお母さん4位でした。そのままや。え、これ何、ハロウィンじゃなくてハロウィン前菜ですね。すごいでっか。Fire truck You haven't changed exact same。まあ、なんかね、アルバム年に1回はちょっとみんなで見たいなって思いますよね。やっぱりこういろいろ忘れてた記憶蘇ってきますし、
まあ、今ってほんまにスマホで簡単に写真撮れるから、まあ、何本でもバン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 写真は撮るけど、それ全然現像したりとかあんま見返したりしないじゃないですか。やっぱこうやってね、紙のアルバムっていいなって改めて思いましたね。アルバムとかへ、朝のバームくれ、朝のバーム。謎に始まった舞妓さんとやるあの遊びみたいなやつね、なんか急に始まったんですけど、まあそれはさておき、すっかり夜が更けて寝てしまいました。翌日でございます。朝ってなんか最近な、わりかし俺でも元気がパッと出へんのや。ちょっとゆっくりゆっくり目覚ましてな、朝の光目から入れてセロトニン出して。何見とんねん。まあ、この街わりかしええやろ。まあ、ちいちゃい街やねんけど、必要なもんは何でも揃ってるみたいな感じや。なで。そうそう。せやからな、まあ、スローライフとか、ロハースとか言うて、流行りましたやん、昔。まあ、今も流行ってるか知らんけど、なで言うて。まずなでな。なでてくれやし。なでて言うてんねん。話できへん。またってつけたいねんけど。そうそう。Please come to Japan as well. な。うん。何で言うかって話。あれ今年どうなったの？知らんで。あれ今年どうなった？サンダルも入れたで。あ、ポケットに入れてるわ。じゃあお世話になりました。ありがとうございました。ゆず行くで。俺まだ荷造りしてんで。聞いてんし。降りたらこっちの方がいいの？とりあえず骨っこリュック入れといて。次は私が日本語を勉強するわって言えたよ。ちょっとプラクティス。人間分かり際長いわ。まはよ。もう帰る言うたら帰るし、そっからが長いやろ、十分な大体。ユーズ構わない。もううちらワンコの世界帰る言うたら帰んねん。ユーズ構わない。ほなはよせえよ。 Thank you for coming. Thank you. Nice to see you. うちらワンで一吠えで終わりや。手間取ってる手間取ってる。鍵開けとく。はい、すぐドア開く。よっこいしょいしと。バイ。ペンティクトン一望できる場所にやってまいりました。ユーズ帰る前に見とき。あ、始まっちゃった。結構ね、バンクーバーに旅行来られるって方多いんですけど、本当にね、まあ、4時間5時間ちょっと車でかかりますけど、このペンティクトンとかオカナガン地域すんごくおすすめなので、もし時間に余裕がある方はこちらちょっと足を伸ばしてみるのを本当におすすめさせていただきたいと思います。こんな綺麗な景色が目の前に広がってるのに全然見えへんやん。ユーズ見てみーな、これすごいやないかいっつって。夏、まさかのこっち側を撮影するのか。あ、でもこっちも綺麗な。のびのびと背伸びの運動から、はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。ではこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。なんかローカルの果物とかね、お野菜が売ってるお店なんですけど、こういうお店が結構このペンティクトン向かう道にはございます。もうほんま一瞬間だ、わかるわ。この店2個置いてへんて。ほなもう行こうか。ゆず無事帰ってきたね。新しいこれ買いましたよ、ゆずのために。餌代、餌置き台場代代。そしてなんとびっくり、帰ってきたら停電しておりまーす。あるんです、カナダは。最近なかったけどね、
なんかちょっと風吹いたり、これは何が原因か知りませんけど停電しております。飲み物どうしたらいいかな。何飲みたい。水ある。ほいでやっぱり海外製やな。ここの口のところはすごい太くて、うん、なんちゅうかな、ジュボってある。ジュボガバって食わえへんかったら、うん、横漏れしそう。お上品に飲まれへん。飲まれ持ち方が両手で持つから哺乳瓶みたいなんちゃう。大体な、旅の締めはいつもシャワー連れて行かれますねんわ、私。せやけど、まあ今回人間の方が疲れてるっちゅうことで、ブラッシングだけです。せやけど、そもそも考えてほしいわけ。普通の野生の犬、シャワー行きますか、ブラッシングしますかっちゅう話やん。人間もそりゃシャワーの香りええと思うかしらね。うちら何回も言うてん、オタクラの花の千倍ええわけ。ローズの香りやら、シトラスの香りやら知らんけど。今度ほんならあの、ドギーマンぐらいに言うとこか。肉の匂いするシャンプー作れ言うて。ほんまね、ドギーマンさんのことをドギーマン言うて呼び捨てにして大変失礼いたしましたけれども、今回も長い動画ですが最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。まあ、動画の中でも少しお伝えしたんですけど、このペンティクトンという街本当にね素敵です。もしねお時間あればバンクーバーから足を伸ばして、見られてはいかがでしょうか。ということで、まあ、いつもながらですが、もしよろしければチャンネル登録、いいねの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画ですぐお会いしましょう。さよなら、バイバイ。